高年校。土屋翔吾です。年齢は40歳です。業務としては現場の管理とか会社空いてる時とかは見積もりとかをしてます。4年目です。前職は全然違う店頭工事関係の仕事をしてて、その前はもうずっと営業をしてきてたんで、電気関係の仕事はここが初めてです。で、少数っていうところが働きやすいかなっていうところも思ってたりするんです。基本朝8時に出社して、まあ、現場行くときもそのまま現場行ったりして、会社行ってるときとかもずっと会社で見積もったりする日もあれば現場出たり入ったりっていうような感じですかね。はい、あります。そうですね、必須なのかなっていうところですね。動物、ライオン我が道を行くというか、我が強いというか、なんか信念を持ってるというか、まあ、そういう己を強く持ってるような感じっていうのですね。ガチャそうですね、はい、現場の仕事なんでやっぱり男性かなっては思う。一種の電気工事士ですね。消防設備士です。はい、未経験の方が入ったら、まあ、不安に思うかもしれないんですけど、知識も何もない状態から入社して、電気工事士の三島免許を取って現場を試させてもらって、すごく丁寧に教えてもらいながら、ね、働いているんで、そのあたりは特に不安に感じることなく、興味があれば応募していただければなと思います。株式会社高電工代表取締役やらしてもらってます前田幸雄です。49歳。中学校の時にバドミントンやってまして、あと高校の時にバスケをやってました。今年のちょうどそうですね、6月で丸14年ですね。ああ、そうです。僕の名前の幸せっていう字が取ってます。まあ、仕事を通してね、自分に携わる人たちが幸せっていう形になればいいかな。そこですかね。電気工事全般と、あと空調設備工事ですね。無理なく、無駄なく、粘り強く。地環境の元請け工事、最近ちょっとずつ取れるようになってるので、そこの環境関係と建築工事屋さんと機械工事屋さん、その3つですかね。はい、親切で丁寧な仕事をこう追求していきたいなと。お客さん目線での説明とか仕事の仕方、プランの立て方、そういったやつは負けないというか、うちも自負してるところがあります。はい、日々こう自分の技術とか知識を磨いていってほしいなって思います。この電気工事って免許がいる仕事なんですよ。実際勉強と現場とではやっぱ違うんですよ。だからそれを一緒に進めていくというか、
頭も知識的なものを取り入れていって、で体も現場の方でっていうような感じで知識と合わせて、まあ、経験も一緒に自分を磨いていきます。関連しゃべりですね死にますって教えられてましたけど、死にませんでしたそんな感じです。勉強みたいな感じです。あ、一言か、一言。想像。こちら物を作るっていう仕事っていうのは間違いないと思ってて、その中で創意工夫っていうのは常々こう必要なんやっていうふうに僕思ってて、その人それぞれの電気工事の形があり表現の仕方があると思うんで、それで創造って思いました。はじめまして、前田です。うちの会社に来て技術とか現場の空気とか何でもいいんですけど、自分の力になる仕事、技術、知識っていうのは必ず自分のものになるので、そういったことを身につけたい、感じたいという人はぜひうちに来てください。よろしく。